こんにちは、マイファームの勝又です。今回はピーマンの生種と芽かきについて解説をしていきたいと思います。わかりやすいようにまずはホワイトボードで説明をして、後で実際に畑での作業の様子もお見せしたいと思います。それではよろしくお願いします。改めましてこんにちは。ピーマン栽培でわかりにくい生種、生種のやり方よくわからない、ピーマンって芽かきって必要なの、そもそも生種とか芽かきって何、そんな疑問をこの動画ですっきり解決しましょう。ではかっちゃんお願いします。まずピーマンの生種とはというところですね。生種とは脇芽を取る作業のことになります。脇芽とはこんな形で葉っぱの付け根のところから新しい芽が出てくるので、この新しい芽のところを摘み取ってあげるというのが芽かきの作業になります。でトマトの場合は脇芽がどんどん出てくるのでしっかり取ってあげないといけないんですが、ピーマンに関しては割と放任でも栽培して結構育ちますので、そんなに気にしなくてもいいんですけれども、できるだけ下の方の脇芽は早いうちに取ってあげるというのが大事になってきます。次になぜ脇芽を取るのかというところになりますが、2つ理由があります。まず1つ目は養分の分散をなくすというところで、脇芽がどんどん出てくるとそちらに養分を取られてしまって、メインの茎に与える養分もこちらの脇芽に取られてしまうという形になってしまいますので、養分の分散をなくすために早めに脇芽は取ってあげるというのが大事になってきます。その次2つ目ですね、日当たりや風通しを良くするというところになります。日当たりや風通しを良くするというところで、脇芽がどんどん伸びてくると、もともとこの実に光を当てたかったのに、こちらの脇芽がこう邪魔をして光が当たりにくくなってしまったりというようなところであったりだとか、やっぱりこうやって茎がどんどん伸びてくると、風通しが悪くなってしまって病気になりやすくなったりというところがありますので、日当たりや風通しを良くするためにこちらの脇芽に関してはどんどん取ってあげるというのが大事になってきます。それでは次に生種の仕方について説明をしていきたいと思います。まずピーマンですね、苗から成長をして8から9番目の節あたりに1番花がつくと言われています。こちらの1番花ですね。で、1番花というのはこういったところで一番最初につく実のことになります。で、まだ茎がこう小さかったりするときにこちらの1番花を育てすぎてしまうと、そちらに養分取られすぎてしまって体を大きくするという方向にいかなくなってしまいますので、1番花はできるだけ小さいときに摘み取ってあげるというのが大事になってきます。で、まずですね、生種の仕方としてピーマンに関しては3本仕立てと4本仕立てが一般的なやり方になります。まず3本仕立ての方から説明していきたいと思います。で、3本仕立ての時は1番花が出てきた時のそのすぐ下の脇芽と、さらにその下の脇芽、こちらの3本を育てていってあげるというふうな形になります。なのでこちらの3本を残して、そこから下に出てくるこの脇芽に関しては全て摘み取ってあげるというふうな形になります。で、脇芽を取ってあげる時なんですけれども、できるだけ小さい時に取ってあげた方が木への負担が少ないので、できるだけ小さい時に摘み取ってあげるというふうな形にしてあげます。次に4本仕立てになりますが、4本仕立ては先ほど言った1番花のすぐ下の脇芽をまず伸ばしまして、その後にですね、こんな形でこう実がどんどんできてくるんですが、その次にこう出てくる茎、脇芽を伸ばしてあげて4本で育ててあげるというふうなやり方になります。なので一番最初1番花が出てきたすぐ下の脇芽を伸ばして、そこから下の脇芽に関しては全て摘み取ってあげるというふうなやり方になります。
先ほども言いましたが、ピーマンの場合に関してはトマトの芽かきほど気にしなくても、まあ、放置して栽培しても結構育つので、家庭菜園をやっていてよくわからないという方は、この一番花から下に出てくる脇芽を全て摘み取ってあげるというやり方でもいいと思います。それでは実際に畑で芽かきをしてみたいと思います。野菜の植え付けでピーマンの植え付けをしている方もいると思うんですが、まあ、ピーマンもいろいろな仕立て方があるんですけれども、家庭菜園でやるときに一番分かりやすいもので言うと、こういった形で木を見てもらうと、1個目の実ができているところからこう茎がどんどん何個かに分かれているんですけれども、そこから下の脇芽ですね、たくさんあってちょっと分かりづらいかもしれないんですが、葉っぱがあって茎があって、その間がこう全部脇芽になるので、これを全部取ってあげるね。もうここの分かれ目から下の脇芽はもうどんどん取ってあげるというのが一番分かりやすい仕立て方になります。でこんな形でもう大きいものもあったりもするんですが、これももう思い切って取ってしまいます。でこれがもったいないからといって結構残してしまうと、そっちに養分を取られすぎて実が小さくなってしまうというふうな形になりますので、もう思い切ってどんどん取ってもらうというのがいいと思います。こんな形でここから下の脇芽全部取ってもらうと、こういった隣の取っていないものと比べるとすごくすっきりしているので、まあ、風通しも良くなって、害虫など虫であったりだとか病気に、感染するというのもなくなりやすくなるというので、こうやって風通しを良くしてあげるというのもすごく大事なポイントになります。はい、いかがでしたでしょうか。以上でピーマンの生死芽かきについての解説を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは家庭菜園や有機栽培のノウハウをメインに、農業についての様々な情報を発信しています。動画制作の励みになりますので、参考になった、また見たいと思っていただけたら、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回も楽しみに。